ポチモマウスピース美術館へようこそ。ということで皆さん、まあ、ドン引きしていると思いますが、決して汚いものではありません。しっかり洗浄してるんで、もうここから見るとダイヤモンドにしか見えないキラキラです。はい、じゃあもう始めていきたいと思います。まあ、前回の動画でついに3年半以上かかった矯正が終わりまして、虫歯になったり親知らずを抜いたり、その期間中にいろいろあったわけです。まあ、矯正してない人からしたらこのコランダ TV 唯一の長編企画多分つまらないが、しかし矯正している人からしたら、まあ、他の YouTuber では見られない神企画ということで、今回は矯正者お待ちかねのこの企画、マウスピース思い出ランキング。まあ、1333日つけたわけですから、まあ、マウスピースに関する思い出がたくさんあります。まあ、それをこの僕でいう155個のマウスピースでベスト5に絞りました。期待してください。それではレッツコランダー。5位は、やはり、最初のマウスピース、シュラ&レネシードです。上のマウスピースがシュラで、下がレネシードです。まあ、1週間は共に過ごすので、まあ、マウスピース矯正者は大体名前を付けるんですが、まあ、僕の場合この2人は2週間共にしたんで、すごい思い出深いです。まあ、5位に選ばせてもらった理由が、まあ、最初のマウスピース。もうこれをつけた時の違和感が半端なかったんで、もうなんだこれはという頭痛に悩まされた時のマウスピースがこれですね。4位、オリガナ&クリシナです。というのもまずここにはいません。なぜなら未使用です。これは本当は10月13日から10月19日に使う予定のマウスピースなんですけど、空いてないんですね。これもらった期間の最後につけるマウスピースだったんですけど、この1個手前が最後だと思い込んでしまっていて、これの存在を完全に忘れていました。で、まあ、開けてないわけなんで、思い出はないといえばないですけど、印象がかなり強いんで選ばせてもらいました。ということで実際に開けます。これ開けました。ピカピカ。まあ今つけれないんで、まあ、このまままた封印ということで以上。3位はサニーベルガンとエンペラルノバーナイトです。これを選んだ理由は、このマウスピースのこの期間中、何個も変えていく期間中に、僕親知らずを抜いたんで、歯型が、親知らずも入った歯型になってるんですけど、親知らずがなくなったんで、この歯型のとこが、まあ、出るわけ、一個歯にはまらないというか、ちょっと出っ張った感じになるんですけど、それがめちゃくちゃ痛くて、途中で期間中に抜いたんで、まあ、マウスピースはずっとこのままなんで、これがもう痛くて痛くて、歯茎に当たるんですよね、この出っ張った部分が。それを自分のハサミで切ってとかしてたのがこの二人ですね。あの激痛が忘れられないんで、もうちょっと選ばせてもらいました。はい、2位はやっぱりなんといってもカメラでも多分わかると思うんですけど、1個だけキャラクターでもよく言いますが、なんでこいつだけ色違うのみたいな希少種がいると思うんですけど、いますよね、ここに。こいつらです。ナフー&ヤッパスペアですね。この二人は、なんでこんな色が違うのかというと、洗浄剤何を使っているのの動画で、紹介した通り、これはミルクポンの餌食となった二人ですね。これ結構、変わる前のやつだったんで、ずーっと1ヶ月ぐらい買わないといけないマウスピースだったんですけど、それをミルクポンで洗ってたんで、まあ、こんな色まで変色してしまって、まあ、こっからずっと地味に色が違うんですね。変色気味のマウスピースが続いてるんで、ここからミルクポンの地獄が始まったわけです。で、後から分かったんですけど、このミルクポンの次のマウスピースが、オリガナとクリシナだったんですよ。なんで本当はここミルクポンなんですけど、ここに、こんな汚いの使わずに、オリガナとクリシナ使えばいいんですけど、まあ、あれの存在が完全に忘れてたんで、まあ、余計汚くなったみたいな感じです。
はい、ということで1位となったのはやはりナンバー3ダニエル&ファニエルです。ダニエルとファニエルはもうここにはいないんですけど、47日目の強制動画で紹介したファミレストマト&オニオンに忘れてたのがダニエルとファニエルです。ファミレスのナプキンの上に置いて、そこからつけずに帰って待ってトマオニに戻ってありますかと尋ねたんですけど、ないということで、まあ今捨て子になってどっかで暮らしてればいいんですけど、あの時は本当に順番通りつけれないってのでかなり焦りましたね。やばいって、また作り直しとかいろいろ考えたんですけど、しょうがなくナンバー4に行ったんで、まあダニエルとファニエルと過ごした時間は多分3日ぐらいだったんですけど、その3日がかなり濃厚なもので第1位という結果になりました。はい、ということで、僕の思い出と一緒にマウスピースの紹介をしていったんですけど、いろんな思い出ありますね。他にもたくさんいろいろ思い出あるんですけど、僕歯すごいこう噛んじゃうんで半分以上穴開いてるんですよね。やばい、こいつらと過ごす時間もかなり長かったんで、今ワイヤー生活で寂しいのもありますけど、これからはこのワイヤーと何年か多分ですんで、矯正初めてやるよって方々この動画を参考にしてもらえればいいかなって思います。まあ、最後にマウスピースはしっかり捨てましょう。マウスピースはやっぱ燃費用なんで